エミール・ブルンプト、エミール・ブルンプトは、フランスの寄生虫学者である。パリで生まれた。パリ大学で、動物学、寄生虫学を学び1901年に学位を得て、1906年に医学博士号を得た。1919年に、ラファエル・ブランシャールの後を継いで、パリ医学部の寄生虫学の教授となり、1948年まで、その職にあった。 アフリカや南アメリカで寄生虫による疾病の研究を行った。外因診断法と呼ばれる未完染の吸血性の昆虫に患者の血を吸わせた後、昆虫の中で寄生虫を維持、増殖させて診断する方法を導入した。1935年に鶏や家畜のマラリアの原因となるマラリア原虫プラスモディウムガリナシアムを記載した。 トリパノソーマ症の媒介生物のチェバエの種、グラッシーナパルパリスの研究や、重血吸中症、シャーガス病、オンコセルカ症、リンシュマニア症など、寄生虫による疾病の広範な研究を行った。深刻生物のブラストシティスホーミニスとエンタモエバディスパーを記載し、セキリアメーバの発症のメカニズムに仮説を立てたが、これは50年ほど後に、 分子系統学の方法で証明されるまで認められなかった。フランス科学アカデミーから1910年にサビニー賞を受賞した。プラスモディウムブランプタイやゼナシュローマブランプタイなど多くの寄生生物にブルンプトの名が命名され、蝶バエカの昆虫の俗名、ブランプトメイヤなどにも名前が付けられている。主張は、 プレイシーでパリシタラジーで1910年から1949年の間に6版が出版された。1922年にフランス動物学会の会長を務めた。ヌブーラメール、ランジュロンと学術師、アナールでパリシタラジー・ヒューメイン・イコンリーを創刊した。ブランプトは植物の学名で命名者を示す場合にエミール・ブルンプトを示すのに使われる。 ありがとうございます。